はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日は私初めての動画かもしれませんね、箱物挑戦初心者が橋渡しというタイトルでお送りしていこうかと思います。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りの方は6月17日土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、こちらをご覧ください。はい、というわけでね、本日はね、私初めてでは言い過ぎなんかもしれませんがね、まあちょっと箱物をね、最近ぬいぐるみばかりなので、たまにね、やはりね、橋渡しとかね、お菓子とかフィギュアをやらないですかってね、コメントがいただいていたのでね、ちょっと全く分かりませんが狙っていこうかと思います。でね、たまたま遊びに行ったこちらの店舗でね、天元さんいました。私ね、鬼滅の刃見てはいないんですが、鬼滅の刃見てない人であんまりいないと思うんですが、私見ておりません。はい、でね、一応ね、何枚ぐらいしております、天元さんね。天元さんをちょっと今回ね、たまたま見つけたんで狙っていこうかと思います。はい、でね、正直ここ箱、橋渡しに関しては私は知識は全くありません。なのでね、まあちょっと皆さんもね、のんびり見ていただければと思います。でね、もしよければね、ここのタイミングでね、ここを狙ったらよかったのにみたいな、そういうご指導コメントお待ちしております。はい、でね、まあ、一応私もね、 YouTube で一応研究はしております、ちょこちょこですが、ただあまり分かっておりません。はい、でね、一応こういう感じで狙っておるんですがね、まあまあでね、一応橋、まあ箱のサイズがね、大きいのでね、おっと、いい感じに動いたような気もしますね。ただ、この辺がね、わからないんです、いい感じが。ただね、角を落とすというね、角をどんどん沈めていくというぐらいしかあんまわからないですね。で、浮いた方に寄せるっていうんですかね。っていう感じで、これどうでしょう。一応ね、奥の角をね、そう、これです、これです。で、ここまで来ればもう結構いけそうですよね。うん。で、今度はね、一応狙いとしては手前を狙っております。手前ど真ん中をね、狙って、こう奥をスルッと抜こうかなと思っているのですが、これどうでしょう。あ、いいんじゃないでしょうか。さあ、どうだ。今、奥が抜けなかったですね。ふんふんふん。今度は奥の真ん中を狙っていきましょうか。今度は箱を手前にやるイメージですね。よくこういうのは見るんですけどね。こういう場合、どちらを狙っていいかっていうのが正直わからない。おっと、ちょっと浮いちゃいましたね。うんうん。っていうのがね、正直わからなくてね。っていう感じです。なので、奥とか手前とか適当に狙っております。さあ、これはどうでしょうか。さあ、おっと来ましたね。はい、無事にマッチョが橋渡しを攻略です。はい、ちょっとなぜゲットできたのか正直分かっておりませんが、ゆっくり見ていきましょうか。まあ、解説とまでいきませんね、ほんまに見ていく感じですね。ここね、上がったのに奥はもう景品抜けなかったんですよね、奥のグリップで。で、最後落ちた時の反動で取れた。これどうなんでしょう、たまたまなんですかね、ちょっと本当にわからありません。はい。という感じでね、今回はね、箱物のダラダラとちょっとね、皆さんとのんびり見ていただければと思っておりました。というわけで、まあでも800円でゲットです。やりました。はい。はい、というわけでね、私の 本番というかね、メインフィールドで戦おうかと思います。で、こちらミニオンね、新作ですね、を当日ですね、投入初日に狙ってみました。で、まずは下半身を振っていこうかと思います。おっと、なんかタグが引っかかって一気に変化が見えましたね。でね、このミニオンね、帽子もかぶってますし、タグもあるんで。で、あとは少しね、紐がたくさんあるんでね、その辺引っ掛けれそうなんですが、さあ、どうでしょうか、これは。これね、全然ダメでしたね。うん、というわけで、今度は真ん中を持って反応を見ていこうかと思います。すいませんね、ちょっとね、席の方が、ちょっと出だして、微妙に体調不良です。はい、さあ、どうでしょうか。いい感じに引っ掛けで、いい、来ましたね、来ました、これですね。というわけで、一旦平行移動をお願いいたしました。そして、高確率ゾーンで頭が引っ掛けれそうなので、さあ、どうでしょう。これは、パワーが弱すぎますね。話になりませんね。というわけで、もう一度いきましょうか。もう一度、ストップズポッション狙います。
ちょっと先に狙いがミスったのでサードだ。あー、これもダメでそうですね。うん、厳しいですね。ですが今これを景品を押したことによってちょっとね必殺あの刺しポイントが左側にずれたんですよ。なのでもう一度刺していこうかと思います。さあどうでしょうこれ。まだ足りないか。まだ近いですね。これねアーム初期位置がここなんですよ。もう一回いきましょうか。もう一度丸みがあるのでそこを滑らせながら刺していくか、切ったらですか。あっと滑っていい感じに滑ったんですがどうだ。あー帽子から外れておりましたね。難しいですねちょっと、はい、というわけで続いては、一旦景品をね下半身を引っ張ってあの景品自体を左にちょっとずらそうと思います。ぶっ刺しポイントをねちょっとねフィールド中央部にアームの可動域内に持っていこうと思うのですが、あーいいんではなかろうか。どうでしょうこれ。左アーム刺していきましょうか。届きそうですね。いい感じに届きそうなので左アームで狙っていきます。さてこれずっぽしですが、引き上げてこれないですね。これねちょっと貫通ずっぽしがちょっと難しいんですよね。というわけでもう一度いきましょうか。一応ね可動域には入っているので左アームを、今度ね先ほどは手前を狙ったんですが今度は奥を狙ったんですが無理ですね。どうしましょうか。続いてはじゃあ右アームをぶっ刺しロックしましょうか。右アームでね刺していきます。さあずっぽしですがどういった反応を見せてくれるでしょうか。おーっと今一瞬運びそうだったんですがダメでしたね。はい、というわけで続いてこれタグが見えております。狙えます。はい、行きましょう。もうねちょっとねパワーアームパワーも全然ない感じなのでさあどうでしょうこれ。ストップボタンで、あ、来ましたねずっぽしです。さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。来るか。おっと来ましたね。無事にマッチョがタグかけてゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。ちょっとねシールド際のタグかけだったのでねすくい上げるかわからなかったんですがしっかりいきましたね。でここからグググッと持っていったんですがすぐ抜けちゃいましたね。かなりパワーも弱く爪の角度も良くなかったのですがギリギリタグかけで、1200円、まあまあギリギリですね。はい、ゲットです。はい、続いてこちら隅っこ暮らしのねもう昔からずっとありますねこの隅っこ暮らしを狙っていこうかと思います。で、ね、初期1ブッサス初期1タグかけがいけたのでこれ一撃ずっぽしです。さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。全然ですね。全然ダメでした。というわけで一旦真ん中持っていこうかと思います。さあどういった反応を見せてくれるでしょうかといっても丸なのでこうなりますよね。というわけで先ほどのタグ掛け失敗したので撤退です。はい、続いてこちらのミニオンねちょっと遊んでる間にまた戻ってきた。これ見てください。初期位置にタグがね出てます。これです。狙っていこうかと思います。先ほどねちょっとね手こずったのでこれどうだ。はい、来ましたね一撃ずっぽし。さあここは高確率ゾーンだぞ。引き上げてくるか。来い。はい、無事にマッチョが初期1タグ掛けでゲットです。はい、リプレイで見ていきましょう。これもギリギリでしたね引き上げ方がね。ただねこれねあのタグの位置がねちょうどね初期位置から狙えるんでねスタッフさんの置き方次第で一撃ですね。でここから引っ張ったんですが今回もギリギリでしたね。やはり爪の角度がピンピンに近いのでね引き上げた際に抜けちゃいましたがギリギリシールドを超えることができました。はい、というわけで、ね、今回100円なんで2つ合わせて1300円、全然 OK です。トータルで勝ちました。はいはい、というわけでね、本日はねあの橋渡しというねあの、まあ、初心者の私が橋渡しをやってみた結果、まあ、一応ゲットはできましたがね、まあ、ちょっとまだまだこれから修行が足らないなって感じでしたね。まあ、ぬいぐるみの方はね、まあ、そこそこいい感じにゲットできたと思います。はい、でこの動画が気に入っていただければ、チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。
それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。すいません、ちょっと席の方がね、ちょっと早く直しますんで。体は元気です。